はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回なんですけども、ローテーションのウィッチさんのデッキで、はい、まあ、デッキ名、頭おかしいんちゃうって書いてあるんですけども、自然ウィッチでございます。はい、自然ウィッチ、キーカードは、まあ、こいつですね。エレメントシャーマンライリー。このライリーさんを直接召喚して、まあ、最低でも攻撃力が8以上ですね。で、失踪しますので、うまくこいつを使っていく戦いになるんですけども、まあ、急コストとか高コストの直接召喚って結構手札にね、来ちゃったりすることが多いんですけど、まあ、そこら辺はマナリアの英知っていうカードで、なんとかね、デッキに戻すことができると。プラス、まあ、新しく追加されたんだっけ？確かこいつが。ゲイルエレメンタラー、こいつが追加されたので、かなりね、ナテラの体重ぐるぐる回しやすくなって、6ターン目、7ターン目くらいにね、シャーマン、ライリーさんが出てくることもあります。かつ、この、まあ、ぶっ壊れカードですね、この猫耳の魔法使いさんね、このキャルさんね、相手の最大体力をマイナス5するってことで、まあ、ぶっ壊れてるよ、やっぱね。式神ウィッチにも入るし、自然ウィッチにも入る。こいつぶっ壊れてるよ。ということでね、もちろん3枚採用してやっているんですが、まあ、そうですね。アグレッシブデッキ以外には結構有利なんじゃないかなと思ってます。まあ、今回はね、リプレイの方をちょっと見て、戦い方を解説していきたいなと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイ見ていきましょう。最初の対戦相手はビショップさんでした。ビショップ、今流行りはエイラと思わせておきながら守護なんですよね。守護ビショがかなりえげつないです。ロイヤルで戦うととんでもなくきついです。これで最初のターンなんですけども、とりあえずインパルスアルケミストだけキープしたら、はい、なんですかね、これね、わけがわからないですね。手札交換したっけ僕って感じになってね、ちょっと、携帯を、ミキッと、音が、なりかけたんですけども、まあ、とりあえず気にしないでやっていきましょう。お相手さん1ターン目に黄金の鐘。そして僕の2ターン目なんですけども、まあ、ナリエの英知で、エレメンタル返しましょう、と。これでね、守護張りつつ、体力3までのフォロワーは除去できるようになりました、といった感じですね。あとはナテラが欲しかった。お相手さん2ターン目、メカゴブリン。メカゴブリンが出てきたり、エイラかなーとも思ったんですが、まあ、とりあえずね、ここは、クレイゴーレム出しておきます。そしたらお相手さん、メルコメット出してきたんですね。ニュートラルのフォロワーって何を呼び出したんだって感じでした。とりあえずここはお相手さんメーカーゴブリンで当たってリペアモード回収。で、僕は、はい、やっとこういうの急速、ナテラの体重が引けたので、はい、使っていきます。で、マナリのマダンを使ってメルコメットさんを除去。ちょっともったいない気もするんですが、まあいいでしょうといった感じです。お相手さん高校4ターン目進化可能ですが、グランドナイトウィルバートさんをアクセラレート。めっちゃ展開してきたなーって感じだったんですけども、まあ体力2までの横展開だったら、熱くしてくれ火の元素、パイロエレメントソーサラーさんで、倒すことができます。ズバッと。で、ナテラの体重もう1回と。これなんですけど、何でしたっけ？これ映らないんだっけ？ライリーさんね。直接召喚のライリーさんは、プレイした回数なので、ナテラの体重。だから、破壊された回数じゃないんですね。プレイすればいいので、かなり楽です。さあ、お相手さんの5ターン目見ていきましょう。5ターン目、お相手さん、黄金の鐘。3枚全部使いましたね、これで。そして、メカゴブリンからの進化。あれ、メカゴブ進化なんだって思いましたね。ちょっと、これ2、2、1置いときたくなかったのかなーといった感じですね。はい、母なる君が引けましたが、ここはインパルスアルケミストで、ナテラの体重をゼロコストにします。そしてナテラの体重でドロー、アースエレメンタラ。ここはパイロエレメントソーサラーで、ナテラの体重を手札に戻しつつ相手のメカゴブリンを除去します。さあ、お相手さんの高校6ターン目、はい、2枚目のグランドナイトウィルバート。
これね、ファンファーレで相手のリーダーに、これ能力付与されるんですけど、ちょっとこいつね、ロイヤルをよく使う僕からすると、このフォロワーが場にいる間だけにしてほしいですね。うん。守護美少の守護の量ってほんとえげつねえから、ほんと困ってます。で、ここなんですけども、荒野の案内人で、はい、進化して、まぁ、ちょっとリーダーにダメージを受けてしまいますが、取ります。これで相打ちすることによって、荒野の案内人の効果で、ラストワード能力が発動し、ナテラの体重が出てくると。これで領有激突を使って、ダメージを受けないようにしつつ除去。これでお相手さんの次のターン、あれが出てくるので、3枚目の熱くしてくる火の元素が欲しいなぁと思ってたんですが、インパルスアルケミストが引けたので、コストぴったり使っておきます。これでナテラの体重でドロー。火の元素来てくれなかったかといった感じなんですけど、まあ、ピン出しのお母さん来てるので、まあまあまあといったところでしたね。そしたらお相手さん6コストで芝を召喚。まあ、正直芝が絡むともうめんどくさくて仕方ないですね。お相手さんここで当たりつつ、リペアモードを使って除去と、除去じゃない、回復ですね。除去って。で、ここは、はい、もちろん母なる君使っていくんですよ。アースエレメンタルでまずナテラの体重1枚手札に加えて、母なる君、これはもちろんね、攻撃力の高い2人を取りますが、まあきついね、ほんと2ダメージじゃなくて1でよくないとか思ったりしますけど、まあそこら辺はね、僕のただ不満なだけなので気にしないでください。お母さんは進化しまして、場に出ます。で、まあ、キャルちゃんのね、ユニオンバーストが次発動しますね。次から。さあ、お相手さん、2枚目の芝さん。まあ、今回は1回しか発動しないので、マジですね。で、機械腕の祈り手。さあ、これで、芝さんを進化して、お母さんを除去していきます。4点痛いですね。で、はい。ここ当たるんですけど、ナテラの体重ね、プレイしたカード5枚。あと2枚除去じゃないね。2枚使えば、次のターンからね、直接召喚出てきてくれると。やるしかないでしょってことね、ナテラの体重。そしてもう一丁ナテラの体重。さあ、そして、キャル。これね、まあ、ここ若干プレミなんですけど、ここキャル進化する必要ないですね。これは、完璧にミスりました。気にしないでください。なんで進化したのかわからないです。ぶっちゃけ、正直にキャルを使うのが初めてですね。お相手さん、神聖なる先導者からの鉄腕の修道場で、うわ、守護出てきた、めんどくせえって感じだったんですが、はい。次からね、出てきてくれますよね。あいつが。さあ、エレメントシャーマン、ライリー、攻撃力が8ですね。はい、まあ、この時点で、領有激突引けたので勝ちなんですけど、勝ちか。うん、勝ちですね。勝ち？うん、勝ちですね。勝ちなんですけど、僕は何を考えていたのか、なんか、変な無駄プしてしまいました。まあ、ここら辺はまだ、ウィッチに慣れてないってことで、お許しください。これ必要なかったです。ナテラ使う必要もなく、キャルを使ってライディさんで殴れば勝ちです。いや、キャルのユニオンバーストマジわけわかんないっすよなんなんこれ強すぎるーってことでね、はい、次2戦目見ていきましょう。はい、2戦目ですね、見ていきましょう。お相手さんはウィッチでした。まあ今のローテーションっていうとどっちかですよね。で、僕は先行を引いたので、はい、まあもちろんね、いつも通りナテラの体重が欲しいと。まあ悪くないなーってことで、確かこれ全キープしたんだっけ？ですね、全キープですね。2ターン目、アースエレメンタラーで手札に加えつつできると。マナリアの位置がやったら来たんですよね。2枚しか入ってないんですけど。お相手さん1ターン目から知恵の光使っていきます。で、僕の2ターン目はもちろん、はい、アース、エレメンタラー。右側にワンペア揃ってますけど気にしないでください。
そしてお相手さんの2ターン目、式神の刺激。おやーっと、おやおやーっといった感じでしたね。ここは、ナテラの退治を使って、極光の、極点のエレメンタルか。で、3点ダメージ与えて除去しつつ、ナテラの退治をプレイします。お相手さんの3ターン目。3ターン目お相手さんは、式神の刺激をもう一度。1コストはなしですね。で、ここなんですが、はい、どうしようかなと考えてたんですけども、マナリアの英知で、マナリアの英知を手札に戻します。そして、マダンで取ります。このエレメンタルマナは、5ターン目以降に使って、PP をうまく使いたいなということで、こういう決断に至りました。お相手さん0コストでカオスウィザード、手札を2枚増やしまして、マジックミサイルでさらに手札を1枚。そしてクラークさんをアクセラレート。さあ、心理の術式が怖いなぁ、というところですね。で、お相手さんカオスウィザード進化して、スペルブーストして、僕のアースエレメンタラを取っていきます。そして僕の進化可能5ターン目なんですけども、はい、まあもちろんこれですね。はい。エレメンタルマナーで PP 回復しつつ、ナテラの体重で極光のエレメンタル、ここはゲールエレメンタラを出して、ナテラの体重を手札に加えつつ、極光のエレメンタルで手札に戻しつつ除去します。でこのナテラの体重をどんどんプレイしていくことによって、最速ほんと 6-7 ターンに出せるんで、ライリーさんをね。プラスこの心理の術式をフォロワーに言ってくれたのは嬉しかったですね。そしてお相手さんのウィズダムコア、ほうほうほうと、こっから後が怖いなーといったところなんですけども、現時点で、4回プレイしていますね。あと3回プレイすればいいです。1枚はありますと。もちろんナテラの退治を使って、まずドロー、ゲイルエレメンタラーが来たかと。じゃあゲイルエレメンタラー出していきましょうということで出して、はい、P プラス化されて、ナテラの体重。残り2コストでなんかいいの来いよと思ったんですが、来なかったので、防塵を張って終わりです。お相手さんの6ターン目。出ましたね、キャルね。強いですね。キャルちゃんの強いところがね、進化時能力のこともあるんですよね。進化時能力、まあ、さっき僕、無駄プで進化したんですけど、これね、キャルちゃんね、進化時、体力3以下の相手のフォロワー全てを破壊するんですよ。全体除去もできるんですね。わけがわからないですね。はい。強すぎる。まあ、その分、スタッツは11しか上がらないとはいえ、57ですからね。コストが上がってもええんやで、とか思ったりしますが。まず、ここは、インパルスアルケミストで、ナテラの退治を0コストとして手札に。もちろん使います。そして、ここで、パイロエレメント、ソーサラ。これで全体に2ダメ与えつつ、ナテラの体重。そして、領有激突を使って、キャルを取っていきます。こうでもしてキャル取っとかないと、後々怖いんですよね。いつクオンさんが走ってくるかわからんってことで。まあ、領有激突はね、もうちょっと、もっとね、手札に置いときたかったんですよね。ライリーさんが出た時って攻撃力大体8以上なんで、大体のフォロワー取れますやん。お相手さん、真実の狂信者。そして、3コストのマジックホール。強化さんを使って、強心者で顔を詰めてきますね。もう、勘弁してくれって感じでしたね。ただ、この時点で、召喚。エレメントシャーマン、ライリーで。手札がちょっと悪いなーってことで、まあ、もちろん、進化します。この10点を相手の顔にぶち込んでやるぜ、と。そして、領有激突で、こやつだけ取ります。強心者を取りまして、10点パンチからのマナリアの英知で、荒野難々人を手札に戻します。違う、デッキか。デッキに戻して、防塵で守護を張りつつ、マナリアのマダン、そしてナテラの体重。これはナテラの体重順番ミスったかなとも思いましたが、まあ場に出た時ですので大丈夫ですね。お相手さん6コストでクオンを召喚。こいつが強いんだ、この守護が。そして、領有激突。やっぱありますよね。うわ、マジかーって感じでした。しかも、炎の悪劇があるんですね。これで次、キャルが出てきたら終わりだなーと。
やべえ、これどうしようどうしようと思ったところ、直接召喚でライディさん、そして手札にライディさん、うん、ここ最後ばっかりは運が良かったですね。はい、これでお相手さんがリタイアして勝ちです。まあ、最後は若干運がありましたけど、クオンウィッチにも勝てる、強すぎんか。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな、でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。